ドラマみたいなね。ドラマみたいなね。あ、そろそろ行くね。入学式から遅刻はできんもん。まったね。うん、じゃあね。岩倉光美、15歳。うん、今日から東京の高校生です。うん、うん、うん、狭い世界で跳ねる笑い声がとても綺麗に響くから、救われる理解途方もない未来なら、眩しくて眩しくて僕は目を取らせてしまう。似合う言葉一つだって何も言えない僕が、軽やかに軽やかに跳ねる線に見とれていた。青い温度の正体が恋にだとしたら、あー、夏休みには帰るから。頑張るよてのに憧れとったんやけどな。ちょっとわかる。なおちゃん心配しすぎ。だって鉄道会社がいくつもあるのさえこの前知ったじゃないの。ついてってあげたい気がするの。今日はきっと完璧な一日になる。余裕。今日だけじゃない。私はこの高校生活ただの一度だって失敗しない。なぜなら私には明確な人生設計がある。そこもまあほどほどにこなしましょう。あ、張り付いてる。は？同じ制服の女子が壁に。やばい人かな。さあね、聞いてみれば。俺ももう行くから切るぞ。1年。はい。もうみんな入場したぞ。いや、長い戦いでした。駆け足。はい。なんだ迷子。俺も遅刻。一緒に行こうよ。恥ずかしいです。大丈夫。でも今はとにかく走ります。ああまさか原稿。一回も瞬きしなかったよ。同じクラスだね。シモ君。そうそう。体調平気なの？お吐いたらすっきり。そっか、よかったね。やっぱり。そうだ。スピーチ良かったよ。堂々としてて。めちゃくちゃいい人だ。なんか顔まで素敵に見えてきた。今日はお世話になりっぱなしだったから。岩倉さん、俺たち友達になろうよ。あ、ID とか教えて。連絡すんね。なおちゃんお帰り。ごめんね、くなって。入学式どうだった？うまくいったよ。サースケは？ん？そうだ、どうよ、高偏差値高校は。俺はまず寝坊して。いきなりかよ。出られなかったの？いや、駅から走ったから。あんたが？うん、俺も絶対無理じゃんと思ってたんだけど。いいね、こういうのも。女か。あ、俺もうそろそろ行くわ。
ちょっと出して。おい、マジか、女なのか、早くないか。早めに帰ろうかなって。明日遅刻したら嫌じゃん。じゃあね。よっぽどいいことがあったんじゃないか今日。